そうですか、はい、あそれではその抜きどころ入れどころというところもちゃんと注目していきましょうね、はい、さて始球式が間もなく始まります。始球式は神スイングでおなじみになりました稲村亜美さんです。実は稲村さんは日本のプロ野球の12球団のフランチャイズ全てで始球式をやるというのが目標です。今のところ10球団の本拠地で始球式を行っております。名古屋ドームではかつても経験されたことありますが、目標は110キロということです。さあ何キロをマークするでしょうか。注目の1球です。あーっと力んでしまいました。58キロ。いやーこれはもうご本人としては不本意でしょうね。そうですね、はい、もう一回やらせてほしいと、未練を感じながらの、はい、謝りながらの退場になりました。稲村さんが始球式を、華やかに盛り上げてくれました。ご本人としては全く不満でしょう、先月4月の8日甲子園では103キロをマークしたんですが、その時のほとんど半分近くにしか至りませんでした、ということです。稲村亜美さんの始球式が行われました。まもなくプレーボールを迎える名古屋ドーム中日巨人戦です。注目の1球です。あーっと力んでしまいました。58キロ。いやーこれはもうご本人としては不本意でしょうね。そうですね、はい、もう一回やらせてほしいと、未練を感じながらの、はい、謝りながらの退場になりました。今のところ10球団の本拠地で始球式を行っております。名古屋ドームではかつても経験されたことありますが、目標は110キロということです。さあ何キロをマークするでしょうか。でおなじみになりました稲村亜美さんです。実は稲村さんは日本のプロ野球の12球団のフランチャイズ全てで始球式をやるというのが目標です。そうですか、はい、あそれではその抜きどころ入れどころというところもちゃんと注目していきましょうね、はい、さて始球式が間もなく始まります。始球式は神スイング